こんにちは、木の花の寒月です。今日は浴衣を着て動いた時に襟元が緩んだり脇がたるんだ時の対処法をご紹介したいと思います。それでは早速襟元の直し方ですね。浴衣を着てちょっと動いたら襟が緩んでしまったっていう場合の対処法です。はい、これはですねちょっと背中側になるんですけれども、ちょっとタレを上げますね。おはしょりですね、背中側のおはしょりを、引っ張ってここですね、このラインが緩んでますので、後ろでご自分で、こういうふうに後ろを引っ張ってくださいね。まずはおはしょりを引っ張ってちょっと肩が張る感じで引っ張ってあげてください。はい、そうしましたら襟元がここ沿うように綺麗になります。次はやっぱり腕を動かしているとここがたるんできてしまいますので、ここの直し方を今からご紹介します。ですね、これは前のはしょりを引っ張ることで綺麗になるんですけれども、ちょっと慣れてきたらですね、帯を若干ちょっと上に上げていただいて、ここですねちょっと上げてこの脇をちょっと引っ張ってあげてください。そうするとよりすっきりとなりますので、そして帯を下げる、そしておはしょりをきれいにならしてあげてください。そうするとキス型がきれいになります。今日は浴衣の着崩れた時の対処法をご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。